今やう娘なな、小町外は、小町、初代、歌川豊国が文化年観光企作。小野小町の外場小町伝説を、当世の娘風俗にやつした作品。やつしとは、日本の文化の規定にある、美意識の一つであり、日本の芸術の表現方法の一つである。やつしは、見すぼらしいようにする、姿を変えることを意味する、やつすが、 連用系の名詞化したものであり、権威あるもの、神的なものを統制風にすることである。江戸時代中期から髪型を中心に八つ子の意味が多義化し、次のような場面で用いられるようになった。これらの構造や趣向は、日本の文学、美術、芸能といった文化、芸術の随所に見ることができ、八つ忍びとも呼ばれる。日本では古来から中国など、 大陸的な趣向を日本的なものに変化させてきた。外来文化をやつすことは日本の文化の根源的な方法と言える。佐藤では鎌倉時代に中国都来の動物を飾り立てて品評する書院茶事が行われていたが、村田樹港は書院茶の要素を省略し、合物中心の庶民的なすき家の茶事を融合した和び茶を編み出した。熊倉遺産は、 和ビ茶の精神は、動物総合の世界の、モドキと、八つ市にあると述べている。徘徊は、和歌やレンガを、簡略化した、八つ市の文学と言える。和ビを思考する、昭風徘徊では、茶道と同様の意識的な、ミスボらしさや、忍者的な暮らしぶりなどをテーマとした。また、漢文記には、歌舞伎の八つ市芸の流行を受け、和歌の古典を下敷きにして、 当世の風俗を読む思考も見られる。ジョ璃やア歌舞伎の演目である、吉シ根千本桜の平これ森が、寿司屋の安家として、よう飲んだように、本来の身分を隠して、みすぼらしい姿に霊楽しくなぎや恋愛を乗り越える、筋書きが芸能に見られるやつしである。歌舞伎では、和ごとの中で有利に入れ込んで感動され、身をやつした、主人公が中心となる演目をやつしことと呼ぶ。 八つ子ことの演技は、みすぼらしい姿でも身に備わった気品や育ちの良さを、失ってはならないとされる。八つ子の根底には、騎手流離感を源とする伝統的神聖がある。また、目的をもって意図的に行われる変装や、隠されていた正体を表す変身も八つ子に含まれる。例えば、女六の主人公は強悪に身をやつし、仇打ちの機会を狙う蘇我五郎である。 八つしは仮からだから本体へと戻る時の驚きや喜びを観客と共有する演出である。浮世絵には画題の中に八つしという語が含まれている作品群がある。他に略、風流と付けられるものもあるが、いずれも和漢の古典を統制風にアレンジした人物画である。近代の浮世絵に関する研究では八つしと見立てが混用されることがあるが、 本来これらは別の概念である。見立てがあるものを別のものを使って表し、連想によって結びつける表現方法であるのに対し、八つ市で表現されるものは常に人物に限られ、姿形や設定が変化していても表現したい、人物そのものである。例えば、画題に七、小町とあれば、江戸時代の町娘の服装をしていても、画中の人物を、小野小町と見るのが八つ市の表現である。 ありがとうございます。